新しいメンバーが加わってきて、まあ、その顔合わせと、まあ、練習も、まあ、みっちり2時間以上やったんで、まあ、怪我人なく終われたんでよかったと思います。そうですね、時間はやりましたけど負荷はまだこれから上がってくると思いますので、まあ、怪我しないように気をつけるのと、まあ、シーズン通して走れるように、まあ、今厳しい練習を積むしかないのかなと思います。まあ、少しきつかったところもありますけど、まあ、徐々に慣れてくると思いますし、ただこれからなんで、まあ、フィジカルコーチは、まあ、柏時代に一緒にやってる人なんで、どうやっていくのかは大体分かりますんで、頑張りたいと思います。そうですね、新しい選手の特徴をまずつかむことと、まあ、ちゃんとプライベートの時間を利用して仲間になっていくっていう作業が必要だと思いますんで、まあ、そういうところも、まあ、これからキャンプもありますし、シーズン開幕までにできたらいいなと思います。去年残留はできましたけど、まあ、非常に苦しいと言いますか、不甲斐ない、まあ、最悪のシーズンだったと思いますので、まあ、そうならないように、まあ、監督タイトル目指してやっていくということなので、まあ、チーム一丸となって、ね、その目標を達成できるように、まあ、去年のような思いを しないようにやっていきたいなと思います。そうですね、まあ、僕も年齢的にもかなり上の方なので、まずはプレイヤーとしていいプレーをすることと、まあ、次に、まあ、チームとして、ね、雰囲気を作ったりだとか、そういうこともやっていかなきゃいけないと思いますので、まあ、いろんな、まあ、ポジションもどこやるかとかこれからですけど、まあ、いろいろなことに、まあ、合わせれるようにやっていけたらいいなと思います。きつかったんですけど、まあ、暖かいし、まあ、芝生もすごくいいな、環境の良さにまた改めていいなっていうのは感じてます。まあ、お帰りとか行ってくれる人がたくさんいて、まあ、これから頑張ろうという思いにより思いました。まあ、やっぱりここで育ってきたし、向こうで1年半やってすごくいいチームでしたけど、やっぱりこっちでもう一回チャレンジできる場所を、まあ、自分の力でつかめて、まあ、このチームも必要としてくれたので、まあ、この自分の育った清水スパルスでプレーすることに迷いはなかったです。まあ、ユースの時に3年間やってるんですけど、まあ、そういう部分では、まあ、変わってないのか分かんないですけど、森脇さんの考えるサッカーっていうのはある程度分かると思うので、まあ、そこはしっかりやりつつ、自分のいいプレーは、自分のできるプレーっていうのは、まあ、どういうサッカーとかに関わらず出す。たらいいなと思います。まあ、経験を積んで、まあ、自信もつきましたし、まあ、試合に出て自分のやれることっていうのは、まあ、数も増えたし質も上がったと思うんで、まあ、どこというよりは全体のレベルは上がったって自分でも自信を持っているので、まあ、そういう自信を持ってやれるところをここでまた表していきたいなと思います。まあ、やっぱりまずは試合に出ることが一番ですし、もう今日から始まっているんで、ポジションをしっかり取って、自分がチームのためにやれることをしたいですし、まあ、試合に向けて自分がいいプレーをできるように、まあ、練習から他の選手とまあ競争になりますけど、まあ、チームで支え合ってきつい練習も超えていきたいですし、自分もその選手たちに負けないようにポジションをつかむ気持ちでやっていきたいなと思います。
今日始まったばっかなので、まあ、帰ってきた実感が湧きました。そうですね、温かく迎えてもらったので、非常に嬉しかったです。帰ってきたい気持ちはありました。また新しいチームになったので、声かけてもらって、ね、また自分も新しい気持ちでやりたいと思って決めました。どうですかね、そのチームで精一杯だったので、ちょこちょこしか見れなかったんですけど、まあ、J1 で戦えるということで非常にプラスは多いと思います。はい、どうですか、まあ、言葉でいろいろ伝えてもらった部分はありますし、まあ、それはこれからだと思います。どうでしょう、若い選手が多いので、まあ、切磋琢磨しながら、やりたいと思います。そうですね、まだ具体的なものは見えてこないですけど、とにかく精一杯やって、納得できるシーズンにしたいです。そうですね、新しい選手も迎えて、また新たな気持ちで練習をスタートして、非常に気持ちよく初日が終わることができました。はい、まあ、1月はもう特にキャンプ前までには体作りということで、時間をかけて、まあ、やりたいという思いもあります。ただまあ、シーズン始めてただハードにやればいいかっていう問題もあるので、今の状況ではハードにやりすぎると怪我人も出てしまう可能性が高いと思ってますので、そこはちょっと時間をかけて、まあ、だらだらとっていう言い方がいいか分かりませんけども、じっくり時間をかけて、もう少しそのフィジカルのトレーニングに耐えられる体を作るっていう、まだその段階だと思います。そうですね、有酸素のところを重点的にやりたいと思うので、まあ、ミドルパワー、ハイパワーまでのトレーニングはちょっと入るまでには時間がかかるかな。今それをやってしまうと選手が壊れてしまう可能性が高いので、時間をかけてトレーニングしていきたいと思います。まあ、人数が多い分いろんな選手にチャンスもあるし、でも逆にポジションを奪うのは厳しくなってくると思うので、昨年以上にそこのポジション争いというのは熾烈になってくると思います。まあ、でももうプロでやる以上それは当然のことなので、選手にもミーティングでは名前や実績で選ぶつもりは一切ない。やっぱりピッチでどのぐらいプレーができるか、そこだけ評価するのは、だから練習でそこのところはきちっと見てほしい、出してほしい、そこを自分ではしっかりフェアにジャッジして、メンバーを選びたいと思うということはしっかり伝えました。まあ、エスパルス陸上部ですかね、もう走る体作り、そこのところで、もう本当に今のままだとそのフィジカルをトレーニングするベースになるところまで、スタートまで行ってないので、そこのところをもうちょっと作んないといけない。ミドルパワー、ハイパワーにはなかなかまだ入っていけないんで、まあ、本当にベストなのはもうボールを使いながらフィジカルもやるぐらい、がいいんですけども、そこまで行く体作りを陸上部としてやっていきたいと思います。はい、よく掲示板等で健太時代のやった方がいいっていうのは拝見してますけど、まあ、機会があれば、まあ、フィジカルコーチとも相談して、まあ、でもせっかくいい環境がありますからね、それも可能性としてあるかもしれません。